どうも、さあゆうです。最近あまり動画では触れてなかったんですけれども、まあ、バーチャル VTuber っていろいろ大変なジャンルですよね。は？バチャ豚に愛想振りまいてるだけで金もらえんだもん。何も大変なことねえだろ。しかもブスでも声さえ良ければ誰でもなれるだろうし。いやいや、全然そんなことないですよ。ツイッターで見る感じ、エゴサしまくってファンの応援ツイートに対していいねをしたりリプしまくったりってことを毎日のようにやってるんですよ。マジで？マジです。一見華やかで楽しそうな感じの VTuber 界隈ですが、そういう地道な努力でなんとか成り立ってるって VTuber さんも少なくはないんですよね。華やかで楽しそう、まあいいや。てかリプとかいいねとかでなんとか成り立ってるってどういう意味で？まあ、推しからの反応だったりがないと切れ散らかしてしまうバチャブタさんが一部存在するからでしょうね。バチャブタさんは別名顔なしとも言われ、金を貢いで振り向いてもらおうとし、それ以外の表現方法がないこと、また金を貢いでも好意を向けてくれなければ暴れる様を揶揄した言葉ってのがあるらしいのですが、そういうわけでいろいろファンサービスというか営業が大変なジャンルでもあるんですよ。よかったな、うちがそういう変な視聴者が寄りつかないチャンネルで。ということで、推しの VTuber さんに相手にしてもらえないってのはバチャブタさんたちからしたら死活問題らしいですね。そのせいで病んでしまい、挙句推しに喧嘩を売ってしまったバチャブタさんを今回は見ていこうと思います。何言ってかわかんねえけど、きち。今回取り上げさせていただく VTuber さんはつくしさんという方になるのですが、とあるバチャブタさんたちがツイッターでこのようなやり取りをしてました。最近アリアの配信を楽しく見ることができないんだ。ちょっとやばいですね。愛が足りないのか。楽しく見れないときは俺は見ないようにしてるよ。絶対見ないといけないなんてことはないんだから、楽しくないときは離れよう。応援する気持ちがあるならリツイートと高評価しとけば大丈夫だよ多分。ありがとね。やはりしばらく他面白いことするね。それがいいよ、俺も今そんな感じだし、また見たくなったら見ればいいと思う。確かに無理せず見ても辛いですね。多分お互いにそういうのは良くないから、楽しくないなって時は見ないのが良き。たまには気分転換するのもいいよ。確かにもう1年応援したから時々休んでも大丈夫ですね。君はたくさん頑張ったから多分疲れちゃったんだね。たまには休んでも誰も怒らないから大丈夫だよ。だよね。たまたまお仕事またしない日々思い出したね。こいつらが何喋ってるか一つもわかんねえんだけど。まあ、推しからのリプだったりいいねがないと応援するにも辛くなっちゃったり病んじゃったりっていうのがこのバチャブタ界隈なんですね。ネットキャバクラの価値観は俺にはわからん。しかし V ブタさん、最初のこのツイートをしてからちょうど1時間後ぐらいですね、このツイートになんとつくしさんからいいねとリプがついたんですね。いつもありがとね、愛伝わってるよ。このリプ一発でですね、先ほどまでしばらく応援を休むと言っていた V ブタさんでしたが、よかった、いつもありがとう、これから楽しく配信見たいにゃ。ちょろ、ちょろすけじゃん。ちょろいってわけではないと思います。餓死寸前の人に水とパンを与えれば絶対喜ぶと思うんですけど、それと同じですね。いや、なんか違くね。まあでもこれで一件落着。いえ、本編はここからです。先ほどつくしさんが V ブタにリプをしたなんと1分後にですね、先ほど V ブタさんとやり取りをしていたバチャブタさんが、俺が病んでる時はリプくれなかったのになと、 V ブタさんにはリプが来たのに自分にはリプが来てないと不満をあらわにしたツイートをしたんですね。どういうこと？豚が餌の取り合いしてるってことか。そしてこのバチャブタさん、次にこのようなツイートをしました。鍵やか使えバカが。あ、なんか知らんけど切れてるじゃん。これ餌あげないとダメだろ。その通りです。しかしさすが熱心な VTuber であるつくしさん、この鍵やか使えバカがというツイートに対してリプをくれたんですね。もともとリストは非公開だよ。あと離れた方が気持ちが穏やかになるのならその方が良いよね。応援してくれるのはとても嬉しいけど、悲しいこと言われたら落ち込んじゃうし、見たくないものは見ません。他の方に対してもね。また配信が楽しく見れるようになったらいいな。その時はまたよろしくね。ああ、よかったじゃんバチャブタ、餌だぞ餌。まあ、ほんと VTuber さんって大変だなと思いましたよ。このやり取り夜中の2時過ぎなんですもん。まあ、しかしですね、つくしさんからリプは来たのですが、このバチャブタさん何か納得がいかないことがあるらしく、返信にてリストが非公開なのは当然知ってるし、俺が闇散らかしてたのに見ててスルーしてたなら他リスナーと対応違いすぎて悲しくなるので外された方がまだいいかもね。ガチ恋させるならちゃんとオタクの世話してあげないとダメだよ。オタクは配信者が思ってるよりガチなので。オタクのお世話？一体この豚は何を言ってるんだ？豚に餌やりを怠るなってことか？わかりません。そしてこのツイートには過去のバチャブタさんがしたツイートに対してつくしさんがいいねをしたスクショが貼られています。ちなみにスクショのツイートの内容は、
好きって言われると確かに好きになっちゃうから好きって言わないでほしい。好きって言うならマジで結婚してくれ。好きにならせた責任を取ってくれ。うーわ、本当にいるんだ V に結婚してくれとか言うやつ。まあ半分冗談であるとは信じたいところではありますが、このツイートにもつくしさん返信をしています。リストについてのツイート消えちゃってたから一緒に行ったよ。少しでも皆の気持ちが楽になるように今まではリプしてたつもりだけど、最近はアリアにとっても悲しい内容だったから見ないようにしてるかな。もちろんみんなのこと大事だから、これからも変わらず大事にするよ。ありがとうね。いやごめん、 VTuber のこと舐めてたわ。こんな意味わからん豚にも真摯に対応しなきゃいけないのかよ。これ精神的に結構やられそう。そっか、これ以上病んでるおじさん増えないように頑張ってな。このおじさんっていうのには触れない方がいいのかな。このバチャブタさんの捨て台詞を最後に、つくしさんからのリプは途絶えてしまうのですが、なんとこのやり取りにつくしさんと同じ事務所の VTuber である猫のさんという方がリプをしました。アリアは何も悪いことしてない。いつも真面目に全力でみんなを楽しませようとしてるのに、なんでそんなひどいことを言うの。アリアのこと傷つけないで。ああ、シスターフットだ。女性同士の連帯だ。初めて見た。てかよかったな、このバチャブタ。他の部位からもリプ来て、これはある意味バチャブタからしたらご褒美みたいなもんなんじゃねえの。知らんけど。そしてここから戦いが始まります。ちなみに午前4時前のやり取りです。雪乃さんに見えてるかは知らないけど、病んでるおじさんが明らかに最近増えてたので、アリアが悪いことをしたなんて思ってないけど、ガチ恋させるならちゃんとお世話しないとオタクが病んじゃうよってことを伝えたかっただけです。恋とか愛とか言うのは簡単だけど、本当に恋してたら相手にどう思われるか考えるよね。相手が自分の言葉を聞いてどう思うか考えてツイートしたことある？ガチ恋だからって見返りを求めるのもおかしい話だよね。わかるかな？それにアリアは毎日配信してて、いろいろ考えたり、いいねして、リプして、全力でみんなの応援に応えてるよ。それはおじさんたちが一番わかってるはずだよね。考えたことないわけないでしょ。ガチ恋オタクがどれだけ悩んで病むかも分かってないだろうから話にならないよ。そっちがガチ恋してって言ってるのに見返りを求めるなっていうのもおかしな話だよね。わかるかな。考えてずっと闇ツイートしてたの？アリアが悲しい気持ちになるって分かっててしてたの？推し活って楽しいはずなのに何にそんなに悩んでるの？推しの配信見て楽しめないならもう見ない方がいいし、ツイートもやめた方がいいよ。ガチ恋に対する見返りはアリアはしっかりしてるのに受け止めてないだけだよ。エゴはも入れてない、闇ツイをフォローもされてないのに、リストで勝手に見て悲しい気持ちになられても、それを僕のせいにされるのはおかしいと思うんですけど、最近は楽しく見れないと思ってたから配信見てなかったし、エゴは入れてツイートもしてなかったし、今日は久々に入れたけども、別に闇ツイ入れたわけじゃないし、見返りがちゃんとしてるかなんて配信者自身が決めることじゃないでしょ。雪乃さんは例えば配信をリスナーに満足してもらえたかを自分で判断してるんですか？ツイッターって鍵かかってなかったら世界中に発信されてるんだよ。配信だけじゃなくて他の人も見えるの。見返りが足りないって思うなら向いてないと思うよ。一人一人のニーズに合わせるのは配信者として違うと思うし、何も反省できないみたいだから、もういい。これ以上アリアを悲しませないで。じゃあ何のためのフォロー機能なんですか？論点をすり替えないでくださいよ。全肯定だけされていたいならリストなんて作らないでエゴサだけしてればいい話じゃないですか。病んでたのが僕だけではなかったので、ああいう言い方になっただけですよ。前にもマシュマロでエゴサが好きないみたいなこと言われてたみたいです。まあ一応ここまでのやり取りが一部始終となります。結局バチャブタは V に何を求めてるんだ？こんだけリプ来ても満足することもなく、見返りがどうとかオタクのお世話をしろとか、ってなんだよお世話って。セリのネタでも提供しろってか、気持ち悪いよ。まあ人を好きになること自体はいいことなんですけどね、ここまで言ってしまうとちょっと。人じゃねえ、喋る絵だよ。そんでガチ恋だかなんだか知らねえけど、恋愛に見返り求めてわめき散らしてる時点で終わってるんだよ。まあこの途中から参戦した猫のさんがめちゃくちゃかっこよく見えたっていうのもありましたし、発狂するバチャブタさんに対して真摯な対応を崩さなかったつくしさんも素晴らしいですね。そして相変わらず発狂するバチャブタは見応えがあってよかったわ。てか VTuber って動画とか配信とかだけじゃなくて、こういう豚の餌やり作業まであるってなると、なんか疲れそうだな。まあ、ちなみに今回の件とは全く関係はないのですが、つくしさんの YouTube の動画チャンネルが YouTube により5番されちゃってるみたいです。ああ、なんか最近そういうの多いらしいよな。一日も早い復活を願っておりますと、 VTuber 界隈に媚びを売ったところで終わりにしようと思います。今回はここまでとなります。面白いと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあまた。
ナグランデ女性だけの街 Listen finish finish you finish 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 get it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  finish you finish ここは女性だけの街エビのウェビのウィネズ街翌朝からの回復を研ぎ澄ましたジェンダーキャンドル偏見業者も指も全部異彩の男性の侵入を禁ずる合理性重視で再構築コスパ良し女性だけの街男を収容して教育する強制施設の設立女がいなくちゃ男は絶滅当然自然の設立男が絶滅した世界を想像してこうよ男女平等女性差別解消不平等必要なのはオスの排除電気ガス水道通信はどうするの汚れ仕事は誰がやるの男がゲツネがやる気マックスの女が大量に控えてるフェニー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 ここは女性だけの街エビデュレディなウィメンズ街翌朝からの回復を研ぎ澄ましたジェンダーキャンドル Yeah 私たちは研ぎ澄まさせられたレペゼンはツイフェニー女性だけの街左右と愉快な仲間たちリスペクトは未来よしクソ日本ヘルジャパンの男どもそこをどけ女性たちのおとおりだ